明南磯剣明南磯剣5月15日から1971年1月4日は、天台州の僧侶。千日解放業対抗万大あざりリ、大僧侶。比叡座に延暦寺執行。武道、寺谷明王道臨番、千日解放業者。愛知県に岩群と与富村の伊藤家の次男として、生まれる。1910年、7歳で、 愛知県西葛飼郡県臨時において、密造院、中村勝る経大創業について特度。同年、愛知県両光寺住職稲田祖慶の養子となり、なお県一から祖剣と改名する。1918年、愛知県の中学校から、比叡山中学校に転校する。1922年、天台州西部大学に入学。1923年、比叡山武道。 寺谷玉商院にてイオンド企業を履修。1924年、登壇受会。1926年、西部大学専修院別科を修了。本科に進学する。1927年、県早市示を出て、英南学生に指示する。1930年、西部大学専修院本科を卒業。原稿用紙2000枚の卒業論文。 大密書粒子の研究を表し、京都大学の松本文三郎からは、きちんと交渉すれば学位論文になる価値は十分と評された。それまで、峰の白鷺などと、行ばかりが先逸で学問は、なおざりと山内の層から見られていた、無動辞が、学、行の寄付を備えることとなった。同年、比叡山の百日解放行を満行する。1933年。 英山学院の講師に任じられる。1 9四十年、宣言した二千日解放行者で、ダイヤジャーリ奥の厳準の跡を継いで、無道、寺谷明王道林番となる。厳準の宣言で千日解放行が途絶することを憂慮し、千日解放と十二年老山を受け継い、同年より十二年老残業に入る。ありがね全部を、京都の祇園や大津の料亭ですっからかんになるまで、 スコーテから、刻みタバコに袋とキセルを、おともに、無道寺谷に登った。1941年、開放行200日を、満行。1944年の明王道三郎満行を、経て、1946年9月19日、千日開放行を、満行する。雨は赤痢にかかり何度も宇宙に倒れる苦境を、克服しての満行だった。 11月11日に、万行者にのみ許される、京都御所への土足三代を行った。この三代は後に弟子となる、元白爵の過重寺圧試験の本像で実現した。1949年、安楽立院の住職となる、同年、高僧業を修して、万行。1951年、永南覚醒の養子となり、諦みなみ祖に、名が変わる。以降、 現代主言道完了、延暦寺副執行を経て、1963年に、比叡山執行となる。この間、1962年に大僧上、1967年に、義行をそれぞれ部任した。1969年に、延暦寺長老に任じられる。延暦寺無道、寺谷明王道などにおいて、数多くの弟子を育てる。戦中から、 戦後の食糧難の時代に多数の小僧たちと山中の無動時で気居を共にした。物に執着せず、せっかく信者が持参した食物なども、訪ねてきた他の信者に分け与えてしまうことがたびたびであった。小僧たちが失敗し貴重な重機などを破損しても、嘘を言わなければとがめることはなかった。一方で、行には厳しさを求めた。弟子、奉仕、寄宿者は百数十名と言われ、 比叡さんは、愚か、天台宗交流の基礎となる人材を育てた。1953年に、名王道林番を、は見省庁に譲ってからは、坂本に降りて、立院、慶光院、蓮華院、士官院、流手院、大門案など人手に渡りかけていた、里坊の整備を手がけ、延暦寺執行時代には、制度の改正、書道の営善などに努めた。当時、坂本では、 おしょうさんといえば、諦めなみそたかひろおしょうのことであった。1971年、自問案にて宣言。没後の1988年、坂本、立院の本堂横に銅像が混流された。千日解放業対抗万代あざり、大創場。東京帝国大学を卒業、大正大学教授をしていたが、敗戦を機に決然として、 比叡山に登り、千日開放行を満了する。祖剣師とは義兄弟のちぎりを結ぶ仲だった。波状師は、祖剣師を、三百年に一人の人材、天海大創業以来の人物と評価する。千日開放行対抗万大アジャリ、大創業。祖高博アジャリのご書土足三代に貢献した元伯、元白爵はかみ象徴師に続き、千日開放行を、 万行前石山全員住職、千日解放行、大公万代アジャリ、大僧侶。1927年生まれ、1960年、33歳の時に千日解放行を、万行。石山の御前様と呼ばれる、祖賢師に支持する小僧の筆頭であった。微車門道門関第61世門主、大僧正天台教学の最高位、短大に就任。 世界連邦日本仏教徒協議会会長。満州陰がと門主、大僧正、佐賀県神崎国吉野狩町、金城院住職。新州善光寺長老、大僧正、比叡山延暦寺東東院住職。新州善光寺副社院住職。最長が、東山道の難所である、三坂峠に開いた、伏せ屋工場院を復興し、品野比叡工場院を解散した。 他、比叡山の書道の仏像を数体寄進し、復興に寄与している。三千門がと門主、大僧正前営山学院院長。京都大学学生時代に、比叡山に登り、仏像を極めたいと中退し弟子となる。侍間として、十二年老山を満行。これにより、明治以来と抱いていた本格的な十二年老山菊が、復興した。 比叡山延暦時間住院住職、大僧正堀沢祖門氏に続いて十二年老山を満行。東東の復興新築に寄与。ただし、箱崎文王が満行したのは、同じ線。ありがとうございます。